木に吊るされているおしゃぶり幹にびっしりつけられたおしゃぶりおしゃぶりの木は使用済みのおしゃぶりを吊り下げるための木である。幼児のおしゃぶり離れを促すために行われるデンマークの慣習でおしゃぶりの木として使われている木に子供自身が親と一緒にやってきて吊り下げたりかかりつけの歯医者に頼んで吊り下げてもらったりする。またおしゃぶりと一緒に絵やメッセージを添えることもある。 1970年から80年代頃に始まったと見られる比較的新しい監修である。同様の監修はドイツでも広まっており、私的に設置されている多くのおしゃぶりの木と並んで、2005年にミュンスターの広場にある木が公用のおしゃぶりの木第1号として定められた。AB ハリカイユカ、おしゃぶりの木地球の歩き方、地球の歩き方 T&E、e 2012年5月31日、AB 山岡邸、世界の多文化子育てと教育第32回、デンマークの子供の育ちを支える福祉と、保育教育サービス、アイエクネット、2010年4月1日、うんとテックリッシュトロステッドフロイントシュナラーバーム、プレスインファーメーションデアスタットマンスターホーム11、オーガスト2005、アブジェローハン AM10、マイ2010。ありがとうございます。